ハンガリー人民共和国は1949年から1989年までの共産主義体制下のハンガリーの正式国名である。この国名は1918年から1919 19年までの短命に終わったいわゆるハンガリー第一共和国も使用していた。この国家はソビエト連邦の強い影響下に置かれた衛星国であり、1989年の 民主化によって同国がマルクスレーニン主義を放棄するまで存続した。この国家はソビエト連邦の後押しにより1919 19年に第一共和国を倒して成立した世界2番目の共産主義国家であるハンガリー評議会共和国の後継国家と考えられている。第二次世界大戦の中でハンガリーは1944年からクリメント。 ボロシーロフ率いるソビエト連邦軍の占領統治を受けた。第二次世界大戦中のハンガリー臨時政府の流れを組み、1946年1月に成立したハンガリー第二共和国が成立した。共和国成立に先立って行われた選挙では、ソ連軍がハンガリー共産党優位になるようにサポートしたものの、結果は独立省農業者等支持が57%を占め、 ハンガリー共産党の得票は17%であった。しかしソ連は独立省農業者等単独政権の発足を許さず共産党が参加した連立政権を発足させた。ハンガリー共産党員ライク、ラースローは内務大臣となり、ソ連の NKVD を模倣した秘密警察、アボを設立した。共産党初期長ラーコシマーチャー氏は、いわゆるサラミ戦術によって、 他党の勢力を切り崩し、影響力を高めていった。3月には、社会民主党、全国農民党、労働組合と、サハブロックを形成した。1946年12月、旧王国のホルティ摂政派将校の秘密組織による陰謀が発覚したとして、独立省農業者党の幹部が、次々と逮捕され始めた。1947年5月30日には、 当主で首相のナジフェレンツが亡命に追い込まれた。ディンニエーシュラヨシュが後継首相となったものの、さらにドビー・シュトバーン・ラ・サハが分裂し、小農業者等は冷落した。8月4日、大統領ティルディズ・オルターンは、汚職の疑いをかけられて辞任し、共産党の幹部サカシチ・アール・パードが大統領となった。共産党は8月31日に行われた。 選挙によって第一党となった。しかしこの時点でも共産党の得票は全体の22%であり、与党であるサハブロック全体を合わせても61%にとどまった。しかしこの時点で勤労者党の優位は不動のものとなり、事実上の勤労者党による独裁体制が確立された。1948年6月12日、社会民主党は幹部を大量に除名し、 ハンガリー勤労者党と解消した共産党に合流した。この時点での勤労者党の党員はハンガリー人口の9分の1である100万人であった。1949年になると東欧諸国ではヨシフ・スターリンによるヨシップ・ブローズ地頭批判の影響を受けた地頭狩りが始まった。ハンガリーでも初期長ラーコ氏は政敵を地党派として粛清していった。9月には 党内ナンバー2であったライクも彼自身が設立したアボによって逮捕され10月に処刑された。こうして勤労者等の上層部はモスクワ帰りによって閉められるようになりソ連化が進んでいった。1949年8月23日、ハンガリー人民共和国が成立し、ハンガリー人民共和国憲法が制定された。大統領制は廃止され、 国民議会幹部会議長が国家元首となった。ラーコ氏は1952年にドビの後を受けて首相となるなど事実上の最高実力者としてハンガリーを支配したが、スターハーノフ運動を模倣した重工業重視の経済再建ははかばかしく進まなかった。1953年3月にスターリンが死亡すると、 彼の崇拝者であったラーコ氏の立場は極めて微妙なものとなった。6月、ラーコ氏はモスクワに呼び出され、首相の地位を政治局員、ナジー・イムレに譲らされた。ナジは重工業変調を修正する経済改革を行い、失脚していたカーダールヤーの首元内省を復権させるなど、ラーコ氏時代の政策を修正していった。党幹部やラーコ氏は反発し、 1955年4月に、ナジを失脚させてラーコシ派のヘゲズシュアンドラーシュを首相とした。ハンガリー動乱によって体制が動揺した1956年11月、カーダールエアの種によって勤労者党は、ハンガリー社会主義労働者党として再編成された。社会主義労働者党の初期長となったカーダールは、ナジームレを死刑にし、一党独裁制を敷きながらも、 動乱で国民と政府の間に生じた溝を埋めることに不信し、我々の敵でないものは味方であると述べて、政治犯の釈放やローマ教皇庁との和解を進め、共産権の中では比較的穏健な統治を行った。1966年には、ニエル・シュレジエ・ショキラによって、新経済メカニズムが導入され、市場経済の一部導入などを進めたほか、同年11月には、 国民議会選挙の候補者を複数候補制にするなどの政治改革も進められた。これらの改革によってハンガリー経済は発展し国民の所得も増加したが1973年にソビエト連邦の圧力によって交代を余儀なくされニエルシュラも解任、左遷された。しかしその処遇は プラハの春後に改革派党員を追放したチェコスロバキア共産党の正常化に比べれば穏やかなものであった。また、新経済メカニズムも完全には廃止されず、1970年代後半の第二次石油危機以降は再び改革が進められるようになり、社会主義市場経済が目指されるようになった。政治的にも地方自治の拡大、 党の指導性の限定化などの施策が行われた。1982年には IMF に加盟。1983年には再び2回選挙が複数候補制となり、1985年には社会主義労働者等の党員以外からも国会議員に当選するものが出るようになった。西側への旅行も他の東側諸国に比べると比較的自由であり、 1980年には380万人が西側へ旅行している。検閲も比較的緩やかであり、閣僚の指名は形式的ながら中央委員会政治局の決定だけでなく、大衆組織、愛国人民戦線と協議をして決定するなどの改革が行われた。このように他の中東の社会主義国に比べると、市場経済化、政治の自由化を進めていた。 ハンガリーであったが、1980年代後半になると、ハンガリー社会主義労働者党独裁の限界が明らかとなった。過度な投資が、対外債務の増加を生んで経済が失速する一方、高齢になったカーダールは保守化し、これ以上の経済の自由化には消極的になっていた。1987年、カーダールは、対外債務の返済のために、 経済の自由化で生じた富裕層の増税を行おうとしたが、この法案は国会で否決されてしまった。社会主義体制になってから初めて政府の法案が議会によって覆されるという事態が生じたのである。これによって保守派とカーダールは信用を失い、1988年5月、カーダールは引退した。カーダールの後を継いで、 恩恵改革派のグロースカーロイが初期長に就任し、同時に政治局には、ニエルシュが復帰し、ネーメとミクローシュ、ポジュガイ・イムレラの急進改革派も政治局入りした。ソ連のゴルバチョフ政権によるペレストロイ化の流れを受けて改革が進められることになったが、グロースはあくまでも一等性を維持し、党内の民主化を進めることで改革を達成できると考えていた。一方、ポジュガイラは、 複数政党制の導入など、急進的な改革を施行していた。1988年10月には、会社法が制定されて、国有企業の株式会社化が行われ、1989年1月には、集会、結社の自由化、政党結成の容認などが進められた。1989年になると、ポジュガイラ改革派によって、政治改革が急速に進められた。 1989年2月には民主化の一環として、党の指導性の放棄、党と政府の分離を決定し、4月には民主集中性の放棄が決定され、5月にはオーストリアとの国境にあった鉄条網の撤去などの改革、開放を行った。これにより、西ドイツへの亡命を求める東ドイツ市民が、ハンガリーに殺到、反ヨーロッパピクニックを引き起こし、 後のベルリンの壁崩壊や冷戦終結へとつながっていく。6月にはハンガリー動乱で処刑されたナジームレ元首相の名誉回復と改装を行った。これをめぐってはグローストにエルシュ、ポジュガイラの間に対立が生じたが、6月23から24日の社会主義労働者等の中央委員会は政治局を廃止して21人からなる。 政治執行委員会とニエルシュ、ポジュバイ、ネーメト、グロースからなる幹部会を設け、党首にはニエルシュが就任した。グロースは初期長のポストに留まったが、幹部会は4人のうち3人が求新改革派であり、また、党の最高指導者から外された形になった。こうして、求新改革派が党の主導権を握った。6月25日、ニエルシュは、 スターリン主義とプロレタリア独裁から決別すると表明し、複数政党制の導入を決定して一党独裁を放棄した。1989年10月の党大会では、党の国家政党としての歴史は終わったと宣言して、社会主義労働者党は民主社会主義を施行するハンガリー社会党へ改名した。1989年10月18日、 国会で市場経済複数政党制による民主制などを定めた憲法の改正案が採択されて国名もハンガリー共和国に解消された。23日には暫定国家元首となったスールュ・マーチャー氏国会議長が国会前の広場で共和国宣言を読み上げハンガリー人民共和国は完全に終焉した。ありがとうございます。